はい、これから TS050、一周攻略ポイントをやりたいと思います。基本的にはこの視界でできるだけやってください。これが本当に乗ってる実際の姿です。それでは最終コーナー直線にしっかり速度をつなげれるような立ち上がりラインで、直線をちょっとでも稼げるようにしましょう。そして1コーナーブレーキングすごい大事です。遠赤が始まったぐらいここら辺でブレーキを踏んでしっかりインが入って入るとインが段差があるので結構リアが出やすいので気をつけてください。2コーナーインが全然見えません。だからしっかりアクセル踏みながらアウトインアウトできるようにお願いします。でこの左コーナーはここもインが見えないのでできるだけインがでも膨らみすぎると次のコーナーがきついのでしっかり、インがキープして右側に対していけるように。でこれ早いあんまり止めすぎるとここはダメです。このライン取りが大事なので左右のライン右のコーナーのラインをしっかり取れるように、していってください。ここ次のコーナー下ってるので、あんまりブレーキ行くと行き過ぎちゃいます。そしてここもコーナリング速度が大事なのでブレーキ行き過ぎないでしっかり曲げるように、次のシューマッハ S ここは、基本全開でしっかりライン取りしないと全開できないので全開できるようなライン取りを見つけてください。次の左右、これはブレーキ行き過ぎると止まれません。飛び出しちゃうので、しっかり止めて、この高速右の高速につなげれるようなライン取りで走ってください。バックストレートここは、しっかりライン取りが、次のブレーキに対してまっすぐなるようにブレーキ踏んで一気にブレーキを踏みましょう。でしっかり止めないとこの試験の乗り越えが非常に難しい。遠赤の上すぎると車が跳ねてリアがなくなるので気をつけてください。最終コーナーここはブレーキ踏みすぎずでしっかり旋回を上げながら行きましょう。以上です。